頑張れうどん。アウト。違う。そんなバカ。バナナか。なるほどね。ミルキッズクラブ。ミルキッズクラブの時間だよ。こんにちは、ひなです。おとちゃんです。さあ、ひなちゃん。年越しに食べるものって何だと思う？はい、おい、年越しそば。そう、年越しそばだけど、今日はその年越しそばではなくて、このそうめんスライダーを使っていろんな麺を食べてみたいと思います。じゃあ早速一緒にやってみる。じゃじゃん、ここに今日流す麺を用意しました。わあ、5種類、全部で5種類ですよ、うん、さあ、これは何だ。そうめん。はい、え、そうめん。あ、いいのね、そうめんね、そうめんね。で、これはまさかの、まさかのパスタ。そう、パスタ。で、これはうどん。違うんだよ、うどんはこっち。え、うん、で、これはなんだっけ、待って待って、言わないで。何、麺。そう、麺だけど、その麺だよ、みんな麺だよ。これはね、ラーメンなんだけど、つけ麺の麺。あ、つけ麺。でね、これをここに流して見たいと思います、うん、じゃあね、順番に流す、ほとちゃんが流していくので、うん、ゆなちゃんが食べてる、うん、そう、食べるの。これ流れてってる、いた、あ、あ、あ、流れるぞ。さあ、取れるかな、うん、はい、あ、お味は、おいしい、おいしい、うん、いくよ、次はうどん、ちょっと太いからね、流れるかな、いけ、お、いた、けー、頑張れうどん。おお、どう、お味は、あ、はい、おいしい、お、うどんも取れました。じゃあ次はパスタいってみましょう。え、パスタなんだ。行くよ。いいよ。じゃじゃんじゃんじゃじゃん、お、いったいった、細いからいくね。さあ、ゴー、パスタゴー。来れない来れない。ね、ああ、ああ、再チャレンジ。ああ、美味しそうだけど食べれない。なんだなんだちゃん。パスタ。ちょっと滑っちゃう。あ、それで普通に行く。うん、美味しい。美味しい。じゃあ次は。トルコそば。うん？そば。オッケー。つけるね。おー、どれだ、おいしい。じゃあ最後はね、定番の、さあ、いけ、取る、取れ、よし、お、全部いった、よし、取れた、おお、はい、どうでしょう、おいしい。おいしい。今5種類食べたけど、どれが一番おいしかった？あ、やっぱりおそば、スプーンそばが一番美味しかったんだね。じゃあ次はちょっとゲームっぽくしてみようかな。何？で、今度は目隠しをしてうまくすくえたらいって、目隠ししたまま食べて、その麺の種類を当てられたらさらにもう1ポイント。やってみる？やってみる。よし、じゃあ今ゆなちゃんが、はい、目隠しスタンバイできました。はい、はい、よ、じゃあ、はい、お箸を、はい、お箸を、お箸をね、はい、じゃあお箸を持ってでね、トトちゃんが今から上から流すので、お箸をそう、そこに置いといて、あ、来たなと思ったらすくって、こんな感じになってよ。そう、そこでね、うまく取ってね、はい、で、これは勝負形式にするので、最初、ヨナちゃんに、じゃあ3種類ね、ちょっと流すんで、当ててね、いいですか。いいです。はい、じゃあこれね、流すよ、流しました。いい感じかも、なんか音でわかりそう。はい、正解は、はい、パスタでした。パスタでした。さあ、じゃあ次いくよ、第2問、じゃじゃん、できます、はい、さあ流しますよ、取れたもの1点、はい、はい、何でしょう、確かにそば。おお、正解、合わせて2ポイント、やったー。いくよ、第3問、これです、当たるかな、お、
うん、おー正解、大正解、すごいすごい、3回中2回正解、2回取ってさらに2問両方とも食べて当てた、計4ポイントです。やったー、やべえ、すごい強えな。じゃあ次ホルちゃんで、はい、第1問、はい、お願いします。流したよ、もう早い、え通り過ぎちゃったよ。正解は何、そうめんだね、それね、そうめんだね。はい、あ、来てるよ、まだないよ、あ、あ、お、なんか、なんか、なんか、ぐれてきた、はい、取られた、あ、あ、口の入ってる、なんか幸せ、うん、これは、そば、正解、あ、なに、何もないけど、そうだね、そうなのね、食べたのね、うん、おー、私こそばです、よし、第3問、よし、どっちか、精神集中、あ、来てるよ、精神集中、精神集中、あ、取れてる、え、取れた、うん、うわ、なんか少なくて全然わかんない、え、でもそうめんじゃない、正解、お、お、ほんとはそうめんだ、ってことは同点、同点です、あれ同点で、サドンデス、じゃあサドンデスいきますよ、あ、来てる、やべえ、マジで、うん、ツンツンの感じだから、あ、うどんだ、うどん、ブブ、え、パスタです、え、パスタだ、流しますよ、はい、いってる、いってる、あ、すげえ、なんだ、なんで掴めるんだ、なに、年越しそば、そば、正解、うわー、負けた、すごいぞ、ってことはトータルゆなちゃんが6点、ほとちゃんが5点、うわー、僅差で、やったー、さっきはね、5種類の麺を食べたけど、うん、さらにじゃーん、わーこんな麺を用意しました、はい、これをね、流してみたらさ、綺麗そうじゃない、全部混ぜたら綺麗、混ぜたらってどこかわかんないけどね、これね、味もね、全部違うからね、レマからね、流すから、味やってゲームやっていきたいと思います、うん、それじゃあ早速流してみよう。どれから流そうかな。じゃあこれ、なんだろうこれ。抹茶の。ね、濃い濃い緑。すごいですね。流しましたよ。ね、ミリタリーっぽいこの色。抹茶。抹茶ね。じゃあ次これ。さあ、紫っぽいやつだよ。何これ。紫っぽいやつ。来るよ、行くよ。匂いはあれっぽい、うん、梅っぽい匂いですね、梅だね、梅でした。じゃあ次はピンク、ピンクも梅っぽいけどね、なんだろうね、こっちは今度は流すから、ね、いくよ、全然来ないじゃん、いけ、入った、はい、まずはどんな匂い、おじさんでもしょ、どう、分かった、何、違う、そんなバカだ、イチゴではないと思うな、黄色、黄色、黄色、あれかな、卵かな、シュッ、さあ、どう、どう、何味、バナナ、バナナか、なるほどね、見た目だね、完全に見た目、ラストいこう、これもなんか茶そばっぽいけどね、いこう、分かった、何味？緑ぶどう。緑ぶどう？マスカットってこと？そう。そんなはずはないと思いますけどね。では今日はいろんな麺とこのカラフルな麺を食べてみました。はい。どうだった？食べてみて。いろんな味の麺とか、いろんな、なんて言うんだろう、うん、色の麺があって、うん、面白かったし楽しかった。楽しかった。美味しかった？うん、美味しかったよ。あー、美味しかったですね。この5色あって。全部味が違うかなと思いきや、味がついてるのはこの2つ、茶そばと梅そば、この3色は普通のそうめん、色はついてるけど味は普通のそうめんでした。みんなもいろいろな麺を流して食べてみてね、バイバーイ、バイバーイ、チャンネル登録よろしくね。
ドボタンもお願いします。よいお年を。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。 Twitter、LINE@、Instagram、Facebook もやっているので、ぜひチェックしてください。